さあ、お得な情報をお届けする四字得プレゼンターのコーナーです。4月から始まったこの四字どきという番組ね、四字にちなんで四字にまつわるものをちょっと探しに行ってまいりました。宮崎市昭和町にやってきました。宮崎学園がある通りなんですけれども、ここに四字からオープンするお店がありまして、それがこちらです。お花屋さんなんですよ。見て、中が見えない素敵な佇まい。どんなお店なんでしょうか。こちらの夜の花屋は、その名の通り夜に営業しているお花屋さんです。オープンなんだ。そう、仕事終わりでも立ち寄れると知る人ぞ知る人気店。360度どこから見てもおしゃれなお店なんです。気になるのがやっぱりどうして4時からなのかっていうところです。あ、なるほど、はい。夜に開けてるっていうところはどうしても仕事帰りの方とか、あとは急に夜花が必要になったりってい う, こう実用的な部分もそうですし、あとまあお仕事とか学校とかで嫌なことがあった時にこのままちょっと家に持って帰っちゃうと、まあ明日まで引きずるなみたいな日ってあると思うんですけど、まあそんな時にこうお花の1本でも2本でも持って帰って、で店内で少しでもゆっくりしていただいて気分変えていただいて、お家に帰っていただくっていうことをしていただけたらすごく嬉しいなと思って、夜の時間に営業しております。分かってくださってるからね。お花のディスプレイの仕方がちょっと変わってますよね。こう花瓶に入って少量ずつ売ってるところがちょっと美術館っぽいというか博物館っぽいというか面白いですよね。一本一本こう主役になり得るんですね。なのでこう一本一本をしっかり見ていただきたいっていうところがあるので、このような形で展示しておりますね。うわ、いい雰囲気、空間自体が素敵。これはバラですけど、私の知ってるバラと色がちょっと違う。そうなんです、なかなかいい色をしてまして、普段あんまりバラって入れないようにはしてるんですが、ちょっとこの色はさすがに惹かれて入れましたね。バラ色って言うんですか。これは夜色ということでしていただければ。夜色、はい、私にぴったり。気になったのか、花言葉が書いてあるんですよ。ラナンキュラスは華やかな魅力って書いてますね。わあ、なんで花言葉載せてるんですか。まあ、参考程度にしていただきたいなっていうのはあるんですけど、まあ、選ぶ一つの理由というか基準の一つになればすごく嬉しいですし、まあ、先ほどおっしゃっていただいた美術館っていう意味では情報量として一つ載せておきたいなっていうので、たくさんある花言葉の中から一つ二つ個人の方でチョイスして載せている形ですね。確かに美術館ってこう説明ありますもんね。 そうです、そんな感じですね、はい。他にもですね、珍しいお花、これパイナップル、そう、たくさんあって選びきれなかったので、今回はですね、ちょっと心が落ち着くをテーマに浜川さんに花束を作っていただきました。もうインスピレーションで作ってらっしゃるのかな。 それがこちらです。うわ、素敵、おしゃれ、ね、こんな風にイメージを伝えてお花を選んでもらって花束にしてもらうっていうのも楽しい、すごいいい空間でした。これからこのお店どんな風にしていきたいという展望はありますか。そうですね、夜の時間を通してという形にはなるんですけど、まあ、必要なところに必要な花を、添えさせていただくということはずっと変わらずに今までもやってきたので、これからもそれを引き続きやっていきたいなというのが根底にはありますね。皆さんもぜひこの落ち着いた空間の夜の花や、ぜひ来てみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これが作っていただいた花束、どうですか。綺麗ですね。大人の小垣さんにすごく似合ってる、ね、本当に似合ってる。ありがとうございます。またお部屋に飾ると雰囲気が違うんでしょうね。そうですよね、なんか本当ちょっと立ち寄りたくなるお店で、店内暗いんですよ、結構、はい、夜の雰囲気でした。あのお花の色がわからないぐらい暗い、本当でも
店の人はそれを望んでいて、あのお客さんがこれ何色ですかって聞くぐらい薄暗いんですけど落ち着くんですよ。で家に帰って見てみたらこんな色だったっていうお話もあったって言ってましたね。楽しいかもしれないですね。そうなんですよ。であのセンスの塊のこの浜川さんがですね、お花だけじゃなくてあのデザインした T シャツとかお花を入れて持ち運べるフラワーバッグとかも、フラワーバッグ、はい、これがまたおしゃれなんですけど、こういうのも販売してますし、うん、さらに夜のお花屋さんでなんと丁寧に丁寧に入れられたハンドドリップのホットコーヒーもあってですね、コーヒーいただきながら花を選べるってことですか。そうで、こう包んでもらっている間にコーヒー飲みながらちょっと今日こんな嫌なことがあってとか言って話せる感じ。うわこれはちょっと大人女子が求めている空間ですね。そうですね。ビジネスの展開の仕方が素晴らしいですね。ビジネスさ、いやらしい角度で見ちゃダメね。夜のね、そうそう、確かにでもちょっと誰かに放って買って帰るものだと思ったんですけど、うんうん、自分自身にこう買って帰るみたいなの、うんうん、次の日に嫌な気持ちを残さない、素敵だなって思う。しかもあの必要なところにその花を添えていきたいみたいな、うん、もう一言一言がもう刺さりますよね。そうですね、大人女子に刺さる感じ。児玉、うん、はい、さん、結婚記念日忘れてじゃった花が買えんかったじゃないのよ。よりに愛情のとこがあったわ。そういうことじゃないね。でも花言葉もねしっかり書いてるからそれをねそのまま言えばいいって言ってこれダメですね、これで言ったら。いやいい店を教えてもらいました。花の香りとコーヒーの香りの融合もすごく良くて、ね、ぜひ立ち寄ってもらいたいなと思います。お店は宮崎市の昭和町にありまして、夕方4時から夜の10時までです。であの会員証をまずは作成していただいて、初めての方は2000円から購入してもらいたいということです。ぜひ行ってみてください。4時得プレゼンターでした。